昔の言葉で言えば日照りだったね。天気良かった、良すぎでしたよね、確かに、ね。良すぎて暑すぎて。はいはいはい、だから全体として、上昇傾向に少しずつ6月ぐらいまでは来たんだけど、うんうんうん、7月8月というのは去年よりもひどいんですよ。そうですか。まあいろんなことが重なってね、はい、だから秋にどうするかみたいな話を今やってるんですけど ね、うん、そうですね。まあでもたまにこういうのも来るんです。これ東京から100人ほど入ってるんですけど、うん、日本美術会とか絵を描く人たちですね。それを丸盛りを写生に来るという、うん、はいはいはい。でこの間こう東大公園で、うん、あのなんか祭りがあった時に、はい、丸盛り町ということで出展されてまして、はいはい、私はおーっつって絵が買ったんですけど、あの時なんて言われたかっていうと、うんうん、放射能含んでるからこんなに安いんだよねって。そんな部分ですか。客がいたんだそうです。だから怒り狂えっつって、怒れっつって、なんていうことあんたら言うんだと。地元っすよ。そういう人たちもいるんですよね。今一番心配してるのは柿なんだ。これから新潟とか新潟とかね、今青い段階から一応検討してる。で、まあ去年よりは数値的には低い。10% ぐらいかな、うんうんうん、全体的に見て 10% ぐらい低いんですけど、うんうん、だからタケノコよりは圧倒的に丸森は干し柿の方が、うん、いわゆる出荷高というか金額的にいけば圧倒的にその柿の方が耳はね、うん、昨日の段階でいけば全く問題はないと、うん、そうですか。でも5年は続くじゃないですかね、ような気がしますね。